里崎チャンネルジョッ、こんにちは。さあということで、はい、2019年ドラフト通信簿&2020年ドラフト戦略、今日は西武ライオンズ編。はい、はい、あの最近思ったんですけど、はい、今日はここですって言ってももうサムネで出てるから、はい、みんな知ってんだって。確かにそうですね、うん、はい、前もねくじ引きで引いてとかって、はい、サムネ出てるから確かにどうせ知ってるわけさ、はい、張り切って言ってるけどね。そういえばそうですね、はい、まあ、皆さんもご存知の通り、はい、今日は西武です。はい、はい、ということで昨年西武はピッチャー5人、キャッチャー1人、内野手1人、外野手1人と、うん、渡辺 GM は即戦力のすぐに働いてもらう投手ということで1位、2位と右左の投手になったと、うん、採点は1位を外しているので90点ぐらいいいドラフトができたと、まあ、1位佐々木君行って、あ、そっか、で外して宮川選手を、はい、っていうところで、まあ、ドラフト1位は、ね、宮川選手というところで、うん、まあ、今年は、ね、1軍で40試合、はい、いいじゃないですか。で1勝1敗ホールド10、うん、防御率4点、はい、まあ、ちょっと防御率がね、まあまあ、4点っていうところで、まあ、ちょっと物取れないですけど、はい、まあ、あと終盤ね、まだシーズン残ってるんで、うん、まあ、最低でも3点台にしてね、はい、まあ、終わりたいなっていうところはありますけど、でも、まあ、即戦力ですね。戦力になりましたね、うん、40試合ですからね。しかもいいところで投げたりしてね、はい、あの結果出てますからね、ホールド10ついてますしね、はい、でドラフト2位が浜谷投手、はい、はい、三菱日立ね、先発球員どちらもこなせる万能型左腕というところで、はい、うん、8試合登板2勝1敗 5.97、うん、まあ、2軍でも5試合1勝2敗と、まあ、いい形の、ね、投球はできてましたけど、さら、うん、はい、まあ、なる成長を、ね、っていうところで、まあまあ即戦力にはね、まあ、あと2試合ぐらいは投げるじゃないのかなと思いますから、うん、ここのところ先発になったんですよね。そうそうそう、だから来季に向けてっていうところもあるし、はい、まあ、そのね、渡辺 GM が言った通りの形になってるかなと、うん、3位が、投手埼玉から、BC 武蔵からね、元ヤクルトのイムチャンヨンに憧れてサイドスロー、はい、松岡選手、はい、1軍では1試合、はい、でも2軍で15試合、ちょっと防御率悪いね。うーん、18ってなっちゃってますね、うん、まあ、まだでも19歳なんで、まあ、ここからね、うん、しっかりとした成長を期待したいっていうね、はい、4位が河野投手、九州学院から、内野手、50m5 秒9の俊足武器に頑張りますと、はい、これ2軍では結構出てますね。そうですね、52試合34ホームラン、マニュアル5分に盗塁3個、うん、ちょっとね、スピードが足が速いって言ってる割に盗塁してないなっていうところは、ね、はい、だからまあ 50m がね、嘘だっていうのが分かりますよね。あと野球測定、はい、うん、スタートしてからとかね、はい、だって5秒9で盗塁3個って少ないもんね、はい、明らかに。そうですね、で、まあ、でも高卒って考えたらね、2割5分2厘と、うん、まあ、試合数も出てね、いい形で成長し続けていってるんじゃないのかなと。はい、ホームランも出てますしね、はい、で5位が柘植捕手、ね、本田鈴鹿からというところで、うん、まあ、1軍でもね、15試合7安打ホームラン2本とね、はい、いいパンチ力がありましたけども、やっぱりこうね、継続した打率っていうところで、まあ、そこがね、2割6厘っていうところでね、上げていけないところが、まあ、今後の課題かなと。で今年はね、森がね、まあ、ちょっと守備でもっていうところでね、まあ、起用増えてましたけど、はい、まあ、ここからどこまで成長できるか、この数字じゃね、ちょっと物足りない、はい、で2軍では12試合10安打2本塁打、うん、2割6分3厘、まあまあ2軍ではね、そこそこ頑張ってるというところで、うん、まあ、22歳、まあ、もう一回りの成長ですね。6位が井上選手、はい、日大三高から投手、うん、出場なし、どうなってるのか分からない、はい、で7位が上間、投手、四国アイランドリーグ徳島から、入団しましたけども、うん、2軍で7試合2敗 6.43 と、もう一人、ね、もう一息っていうね、はい、で続いて8位、岸選手、うん、明徳から拓大中退して四国アイランドリーグ徳島っていうところで、はい、1軍では5試合で、まだヒットなし、2軍では45試合31安打2本塁打2割4分、うん、まあ、ぼちぼちかなっていうね、はい、ところ で育成選手の、井出井選手が出場なしというところの、うん、まあ、ドラフトですけども結構取りましたね、まあ、そうですね、だから全体的にね、これ宮川浜谷っていう両選手がね、うん、まあ、1軍の即戦力というところで、まあ、即戦力にはね、はい、なってるかなっていうところはありますけども、成績だけ見るとね、若干物足りないっていうところでね、はい、もう一回りの成長をね、うん、期待したいっていうところと、まあ、来年以降ね、さらに楽しみになる、この宮川浜谷っていうね、はい、うん、両選手は楽しみになるなっていうところはありますし、そうですね、まあ、柘植選手がね、今年の経験を踏まえて来年どこまでキャッチャーとしてね、成長していくかっていうところですけども、うん、まあまあ全体的に感じいいんじゃないですか。そうですね、9人取って
って1,2,3,4,5人中1軍を経験してるんですね。そうですね、うん、渡辺 GM が言った1位2位はね、はい、まあ、すぐに働いてもらえるというところで、うん、まあ、働いてるというところも考えればね、西武ライオンズのドラフト、はい、ABC 評価で言うと、はい、A 評価です。おー、はい、まあ、その戦略にのっとってね、結果として出てるっていうところでね、はい、この1位2位で即戦力っていうところで、うん、まあ、40試合投げてね、で、まあ、ハイマー先発で8試合と、はい、まあ、2勝1敗と、まあ、あの中継ぎでも投げてましたけど、うん、まあ、今後さらなる、ね、成長っていうところでも考えると、まあ A 評価かなと、うん、あと柘植選手もね、まあ、上位が当たってるっていう意味ではいいですよね。そうそう、だからもう、あの、こう期待したことはできてるかなっていうところで、うん、まあ、A 評価かなと。あの、まあ、毎回言うんですけど、ドラフトのね SA、B あったじゃないですか、はい、あれとは別の A 評価なんで ね、 そうですね、これねかなり緩い A 評価です。はい、はい、もう A と B と C をもう緩くつけてるわけですね。そうそうそう、全体的にね、うん、でこれはまたね、あの、その本ちゃんのドラフトの評価基準に合わせて、どの選手がね、だから宮川選手で言うと多分今年で言うと B ですね。はい、40試合投げてるんで、まあでも B ランクつくわけですもんね。そう、ドラフトの評価で言うとね、うん、で浜谷選手は無印になります。はい、この成績だと、はい、だランクがつくのは宮川投手だけですよ ね、 ですね、はい、まあ、そういったところで、うん、まあ、でもドラフトの1年目って考えたら、はい、まあ、昨年の、ね、以降は働いてるかなっていうところで、うん、まあ、A 評価っていうところになりますけども、はい、まあ、今年ね、西武、はい、得点391と、ちょっと少ないですね。あの西武が得点5位、うん、まあ、今年はね、まあ、やっぱ打てないっていうところがね、はい、失点433、はい、1位、一番多い、はい、だから6位、うん、で本塁打数が93で3位、で盗塁が62で4位で、打率2割4分は5位、うん、最下位ロッテと一輪差、うわ、5位っすよ、うん、1位だったのかよ。そうですね。でチーム防御率 4.37 と、うん、ダントツの、6位、はい、だ一番悪い、うん、でエラーが52ということで1,2,3、同率4位、同率4位ですね、はい、だからもう守れてもないし、うん、打つのも打てない、はい、それはもうきついっていうね、ところで言うと両方ですね。じゃあどこを補強するんやと、うん、これはもう難しいですね、はい、でも、うん、やっぱり、はい、井の一番に行かなきゃいけないと、はい、先発です。いや、そう思います。はい、やっぱり先発野手はね、うん、不調っていう部分もあるんで、はい、まあ、森選手も含めた山川選手とかね、うん、不調っていうのもあるんで、まあ、来季以降ねしっかりその調子を、ね、取り戻してもらいたいっていうところでね、はい、打線の上積みはね、まあ、秋山抜けたっていうのもあると思いますけども、うん、あるというところを考えるとやっぱり先発投手がね、そうですね、まあ、高橋光成がね最近良くなってきたって言ってもね6勝8敗 4.21、うん、で今井3勝3敗 6.08、 あと松本16試合4勝5敗 4.34、はい、もう軒並み防御率が悪いから、うん、で中継ぎのね、その平、ギャレット、まあ、ギャレットも1回先発してましたけど、うん、増田でも平って1.79ですからね、防御率。平投手はもう新人王一直線ですね、うん、まあ、森脇がね 1.73 と、はい、いい働き、中継ぎでね、だから中継ぎはいい働きする人がねいるんですけど、やっぱ先発っていうところになると、うん、やっぱりちょっと駒不足もちょっと否めないっていうところで、即戦力、うん、じゃあもう早稲田の早川君しかいないね。あ、もうそこですかね、うん、うん、そこになるかな、はい、あとはなんかね、あの情報によると佐藤君っていう選択肢もあるみたいでね。あ、そうなんですか。もうだからもう投手はもうそこの成長するのを期待して、うん、もう打ち勝とうっていうね、はい、もう打って打って打ちまくるぞっていうのにシフトチェンジするか、うんうん、でも俺はもうやっぱでも去年も宮川浜谷とピッチャー取ってきてるからね、はい、やっぱねピッチャーは取ってるんだけど結局その投手力を埋めきれてないわけね、うん、そこをどうするかだね。宮川投手も中継ぎに行ったわけですからね。そうですね、もうがっちり先発でもう1年目からローテーション守れそうな人を取りたいですよね。でも俺やっぱりピッチャー取った方がいいと思うんだよね、うんうん、絶対的に、はい、来年どうにかしたいってなると、うん、まあ、野手はね最初だけでしたけど鈴木翔平選手とか、はい、うん、あとは、まあ、川越選手とか山川選手とかもね、うん、状態今年悪いっていう中ですか、はい、あと川越選手、高木選手とか、うん、まあ、そこそこ出てきてるんで、もうそこの上積みを期待して、はい、ピッチャーがいいと思うんだよね、うんうん、そこがこうグッと上がってピッチャーもプラスになればまた取って上がってきますし、ね、そうそうそう、だって3年連続、はい、今のままでいくとチーム防御率最下位でしょ、はい、だここももう中も改善した方がいいよね、うん、全然改善されてないんで、はい、もう課題もそこだって毎年同じこと言ってるから、はい、
正直、はい、でしかももし松田選手がね、うん、FA 移籍したら、あそうだ FA があるんだ、はい、そうなったらよりきつくなってくるんで、うん、そうですね、いやピッチャーじゃあもう1、2、3位とかで行ってもいいんじゃないですか。俺はいいと思うよ俺はね、あ西武は誰取るか知らないんですか。西武、はい、公言してるのは、はい、早川選手か佐藤選手なの、はい、だからどっちかじゃない。あじゃあじゃあ浜田さん、はい、俺も何でも知ってるわけじゃない。いやなんか佐藤さんだったら何でも知ってるんじゃないかなと思っちゃうんですよね。西武ちょっと分かんない。知らないですか。うん、じゃあ早川選手かな。うん、でも佐藤選手っていう案もあるね、はい、近代の。やっぱ打つ方っていう。だからやっぱピッチャー取ってきてるから、うん、ずっとね。はい。そのおととしは松本選手でしょ、そうですね、ラウト1位がで、まあ、高橋光成、今井とか若いと、はい、だから取ってきてるから、うん、そろそろで野手、うん、っていうところのだからまあ取った選手をもっと育てきれなきゃいけないよね。結構いい選手取ってるんですよね。そうそう取ってるんだけど、うん、一皮も二皮も向けていかないっていうところで、はい、ちょっと内部をもうちょっと変えながら、うん、そこを成長させないとやっぱ取ってるものは、うん、そのアマチュア時代の評価でいうといい選手取ってるんで、はい、だからそう考えると、まあ、佐藤君でもいいのかなと思うね。あなるほど、取ってるのをどうにかしようっていうね、はい、ところで考えるとね、うんうん、育てていこうと思った、うんうん、でもあの取るけど出るからね、だからそこもちょっとね、はい、まあ、問題あるけども、そうです、ね、だからそういったところでも、はい、まあ野手でもいい気もするけどね、うん、ずっとピッチャー取ってきてるから、はい、確かに去年も上3人が投手ですもんね。そう投手5人取ってるから、うん、だそんなピッチャーばっかりって、まあだから1位佐藤君でもいいかな、で D3 位でピッチャー取って、はい、っていうのもあり、はい、でサードもね、ちょっとおかわり君がちょっと年もね、はい、来てるし、で今年はあのスパンジェンバーグ守ったりとか山川守ったりしてるのもあるから、はい、まあサードがいないっていうところも考えると、うん、佐藤君か、佐藤君行こうか。あ佐藤君ですか。うん、1位はもう佐藤君にしよう。そしたらもうピッチャーさ、はい、どうせもう毎年出てくるし、はい、毎年取ってんじゃん、はい、もうそれ内部でどうにかしよう。そんじゃないともう毎年毎年ピッチャーばっかり取っても、はい、そのなんか宝の持ち腐れじゃないけど育ちきれないって、はい、それちょっと内部的に問題出てくるから、うん、で野手ってそんないないじゃん、うん、そうですね、いいのがね、うん、ピッチャーは毎年どうせまた出てくるから、まあ分母はピッチャーの方がいっぱいいますもんね。そうで、うん、どうせくじ引きになると思って、はい、勝負だったら佐藤君行こうか。行っちゃいます。でサードと外野も守れるから、はい、まあね、西武はそのサードと外野もどっちも薄いから、うん、そう考えると、はい、か確かに、ね、成績だけ見たらもう 100% ピッチャーよ、はい、絶対よ、うん、でもいろいろこと考えたら佐藤君だな。佐藤君ですか。うん、それにしよう。やっぱじゃあ西武はもう打ち勝つ野球を次の年もやるっていうことで、うん、でピッチャーはもう今内部で取った人をしっかり育て上げて完成させるっていうところと、うん、はい、でまあ、来年以降もピッチャーも出てくるだろうから、はい、野手でそんないいのはなかなかいないし、うん、そう考えるともう佐藤君だな。じゃあ佐藤君で、うん、決定だね、はい、はい、ここで決定しても何のあれもないですけど、ね、でもあれじゃない、こういう風に決めてるかも分かんないよね。あそうですね、もうちょっとこう会議形式にしてね、ドラフト直前にね、こう幹部でやるんですもんね。そう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 、はい、今2人でやってるだけだけど、はい、こういうのを円卓で、はい、もしくは会議室で10人ぐらいでやってる可能性あるよね、うん、はい、じゃあどうしますか、そう、もうこうか、まあ、佐藤君かみたいな、はい、じゃあそれでいきましょうみたいな、はい、で2位3位でピッチャーしっかり補っていこう、うん、あとはもうくじ引き外れた時の次の外れ1位も考えながらっていうね、うん、それにしよう、はい、はい、ということで、はい、西武ライオンズ第1回選択希望選手西武佐藤近畿大学